この動画ではテニス大会におけるヒートルールの歴史と東京2020大会に経験したことを中心にお話しさせていただきます。まずはじめに国際テニス連盟 ITF のヒートルールの歴史についてご紹介し次に東京2020大会に向けて行った準備実際の東京20 2 0大会で経験したことという順でお話ししたいと思います。 テニスは屋外競技であり、真夏の日中の酷暑の中でも大会が行われることから、熱中症のハイリスクであるスポーツです。グランドスラム大会でも熱中症で試合をリタイアする選手がいます。世界最高峰のスポーツ医学雑誌である British Journal of Sports Medicine でも、2014年のオーストラリアンオープンにおける熱中症の発生について報告しており、 大会が始まって最初の4日間で気温が43度近くに達し、選手9人が棄権したと報告しています。選手からは安全にテニスをするために適切な大会運営をしてほしいという声が多数あったそうです。その後国際テニス連盟 ITF によるヒートルール、エクストリームヒートポリシーが適用され、数時間プレーが中断されるという措置が取られました。 このようにプロであっても初熱環境下では熱中症が発生する危険性があるということを忘れてはいけません。ここで ITF によるヒートルールエクストリームヒートポリシーの歴史についてご紹介します。ヒートルールはテニスの試合中に選手が熱中症になることを防ぐために ITF が導入しているルールです。ヒートルールは1998年に初めて ITF によって提案され、 外気温が40度を超えた場合はプレーを中断するというルールでしたその後それでも熱中症が発生したことから38度、35度と外気温の基準を変更していますしかし長年にわたって WBDT を基準としたルールはありませんでした2014年にオーストラリアンオープンで9名のリタイア全米オープンでは4名のリタイアが出たことが問題視されヒートルールが大幅に見直されることになりました 翌年2015年には WBGT を基準としたルールが追加され WBGT が32.5度を超えた場合はプレーを中断するというルールに変わりました世界的な温暖化により過去10年間の世界の平均気温は過去30年間の平均気温を上回っています特にこの過去10年間で熱中症のリスクが高まってきており私たちが10年20年前にテニスをしていた頃の認識とは異なってきているということになります その後、さらに2018年の全米オープンで6人の選手が熱中症でリタイアし2014年から2016年のオーストラリアンオープンで行われた360試合の分析した結果 WBGT が28度以上になると試合中の選手から冷却器具の要請が増加し WBGT が32度以上になるとヒートコールが増加するということが明らかになりました。 これを受けて ITF は2019年に WBGT30.1 度以上で Modification of Play 試合ルールを変更 WBGT32.2 度以上で Suspension of Play プレイ中断にヒートルールを変更し現在も ITF はこのヒートルールを運用していますここから東京2020大会での経験についてお話しさせていただきます 東京オリンピック・パラリンピックは2021年の夏に開催されテニスと車椅子テニスは同じ会場である有明で開催されましたテニスは4月24日から8月1日車椅子テニスは8月27日から9月4日という日程で暑熱環境下での大会となることは明らかでしたこれは東京における2018年から2020年の最高 WBGT の記録です と最高 WBGT はほぼ毎日28度を超え時には32度を超えており2021年の東京2020テニス大会期間中の最高 WBGT も28から32度を推移するだろうと予測できました先ほどのオーストラリアンオープンの報告書の内容を参考にしますとテニスイベント中の選手の熱中症発生のリスクは高いことが予見されました しかしオリンピックの日程はずらすことはできないため選手の熱中症を予防するための最大限の準備をする必要がありました。写真にあるような冷風機を各コートに、えー、選手1人につき1台、更衣室にも冷風機を設置しもちろん氷の入ったクーラーボックスも1人1台用意されました。頭部、頸部、大腿部を冷たいタオルで冷やしたり全身を水で濡らしたスポンジで拭いて風に当たるというような冷却方法も 熱ストレスを軽減するために効果的であると報告されています。そして熱中症の中でも最も重要で緊急性の高い労作性熱射病が発生した場合のシミュレーション研修が行われました。IOC は労作性熱射病で選手が倒れた場合はヒートデッキに輸送し、まずは直腸温測定による深部体温評価をまず行うことを推奨しました。選手の直腸温が42.5度を超える場合は 水温5度から15度のミリカルアイスバスで全身を冷却し40.5度未満の場合はアイスタオルで全身冷却を行います私たちは会場に合計4つのミリカルアイスバスを用意し全ての医療スタッフがこの一連の流れをシミュレーションする事前研修を受けました ITF は東京オリンピックテニス大会のヒートルールを事前に発表しました 試合ルール変更及びプレー中断の指標となる WBGT は2019年のヒートルールと同じでした WBGT が30.1度に達すると最終セット前に10分間の休憩が許可されこの休憩の間はいかなるメディカルサポートも許可されシャワー、行為、屋内退避身体冷却飲食が許されます WBGT が32.2度に達した場合にはプレー中断となります それでは実際の東京オリンピックテニス大会のご報告です9日間のテニス大会で190人の選手が参加しました試合開始時間は午前11時に設定されていました大会初日より最高 WBGT はほぼ毎日28度を超え熱中症のリスクが高い中で試合が行われていました競技中に WBGT が30度を超えることもありヒートルールは初日から適用されました こちらのスライドは、大会初日から発生した選手の熱中症発生数を示しています。大会初日から5日目までの間に、選手5名が熱中症の症状を訴え、2名の選手が試合中に熱中症症状に対してメディカルタイムアウトを取り、治療を要請しました。症状は熱痙攣・熱疲労で、強い疲労感や頭痛・ふらつきを訴えたようです。そしてついに5日目には、女性選手1名が熱中症で危険してしまいました。 大会初日から一部の選手たちからは「暑さのために試合開始時間を夕方まで遅らせてほしい」という要求がありました。「私が死んだら誰が責任を取るんだ」というコメントや「20年間プロテニスプレーヤーとして戦ってきたが私の人生でこのような環境に直面したことはない」というコメントが聞かれましたそして大会6日目 ITF は試合開始時間を午前11時から午後3時に遅らせることを決定しました。 ITF は選手の健康を考慮した上で競技の結果6日目以降は試合数が14試合以下に減少したこともありこの決定を下したと述べていました大会6日目以降も日中最高 WBGT は30度を超える日が続きましたが試合開始時間を午後3時に遅らせたため3時以降は WBGT が30度を下回ることがほとんどであったため熱中症関連の事例は発生しませんでした 一方で東京パラリンピック車椅子テニス大会のヒートルールはテニス大会とは WBGT の指標が異なりまして試合ルール変更は WBGT が28度以上プレー中断は WBGT が30.1度以上で適用されましたまた WBGT が30.1度に達した時の最終セット前にテニス大会の10分間よりも長い20分間の休憩が許可されました この休憩の間はいかなるメディカルサポートも許可され、シャワー・行為・屋内退避・身体冷却・飲食が許されます。実際の東京パラリンピック車いすテニス大会のご報告です。9日間の大会で104人の選手が参加しました。試合開始時間は午前11時の予定でしたが、大会初日から WBGT が30.1度を超えてしまい、 初日からヒーートルールのプレー中断が適用されました WBGT が30.1度未満になるまで試合を開始することができず実際には毎日午後5時になりようやく1試合目が始められるという事態になりました再開初日から4日まで毎日 WBGT が30.1度を超えてしまいヒートルールのプレー中断が適用され 毎日試合を5時まで開始できず最後の試合の終了時刻は深夜0時を過ぎましたパラリンピックテニス大会中に熱中症を訴えた選手はおりませんでした東京2020大会での経験から学んだことは主に夏季3点です日本では真夏に多くのテニス大会が開催されますが安全な大会運営のために 大会運営側は効果的な冷却器具を準備することメディカルスタッフの配備ヒートルールの運用が求められますまたヒートルールはパーフェクトなものではなく今後も改変が必要な可能性があることヒートルールを適用しながら全試合を大会日程内に消化するためには充実した設備人員を確保することが必要だということです初熱条件下で大会が行われる場合 労作性熱射病の発生に備えて大会運営者は東京2020大会の時のように医療機器と医療スタッフを準備する必要があると思いますがいくつかの課題がありますまず一つは日本では直腸音測定は医療行為にあたり医師と看護師しか直腸音を測定できずトレーナーは測定することができません深部体温を測定できない場合には症状のみで労作性熱射病と判断することになりますが 深部のののモニタリングががででででききなないいい状状況下でははメディカルアイスバスバ運用とう現す第2にメディカルアイスバスを運,営す運用するためには4人の医療関係スタッフが必要ですが全ての大会で毎日これだけの人員を確保することは難しいというのが現状かもしれません東京2020大会でヒートルールを運用しましたがそれでも熱中症は発生し リタイアの選手が出ましたヒーートルール下で開催していいいいれればば安心ではななととうことに注意しなければいけませんまた国内の平均 WBGT が毎年上昇していることを考えると w b g t 3 2 2度でプレイ中断というヒートルールを運用した場合夏の多くの試合が実施不能となる可能性があります。過去の WBGT を参考に試合開始時間を事前に検討する必要がありますが そうするとほとんどの大会は試合開始時間を午後に設定しなければならず次のスライドで詳しく述べるように大会運営自体が困難となる可能性があります東京2020車いすテニス大会のように WBGT がなかなか基準を下回らず長時間試合を中断すると大会日程内に試合数を消化できなくなる可能性があります現実的にはナイター設備がない コート数が限られているなどの理由で大会運営側からは試合を長時間中断するのは難しいという声もあると思います解決策としてはやはり夏の大会は可能な限り涼しい開催地を選んだり大会時期を秋以降に移動するといったことを今後考慮する必要があると考えます最後になりましたが 東京2020テニス車椅子テニス大会の運営にご尽力いただきました先生方に心より感謝いたします。これでこの動画は以上になります。ご清聴ありがとうございました。